三島道春1月1日から1965年4月20日は日本の小説家、劇作家、演劇評論家、詩作、区、貴族院議員、参議院議員、文部政務次官、二良義則と共にボーイスカウト運動を日本に広めた人物として知られる。東京麻布生まれ、学習院中退。ペンネームに三島衝動。祖父は三島道爪。 父は、第八代日本銀行総裁を務めた、三島屋太郎。母は、四条高唄公爵の三女、か、猫。妹、と子の夫は、坂谷喜一。妹、梅子の夫は、肘方義。妻は、松岡人平の長女、純。おじに、三島屋彦がいる。1929年、祖父道常が、山形県令だった時に起きた。 関山水道改削工事に関わる爆発事故の慰霊碑に記号。今も旧48号線旧道に残っている。ボーイスカウト日本連盟初大理事長兼、中央実習所所長を経て、ボーイスカウト日本連盟第4代総長。なお、美和湖半のお松先にある、日本ボーイスカウト発屋への地の石碑の書は、三島の筆によるものである。また、妻の順は、ガールスカウト会長。 明治昭和367日誕生日大辞典20世紀日本人明治典新帝政治家人明治典三島道春とはコトバンク2021年5月11日閲覧平成新週休家族家計体制下官 P671 ありがとうございます